ムネスエ刑事シリーズは、森村誠一の推理小説のシリーズ。警視庁、捜査一家ナス班に所属する、ムネスエ和義刑事を主人公にした刑事小説シリーズで、中には、森村誠一の推理小説の中で、ムネスエ刑事に次いで有名な警視庁新宿師匠刑事課に所属する、牛尾正直刑事が登場し、ムネスエ刑事と、 牛尾刑事が合同捜査する作品もある。また、ムネスエ刑事が初登場するシリーズ第一作目である、人間の証明については別ページ参照のこと、たびたびドラマ化がされている。なお、シリーズ第一作目である、人間の証明も、たびたび映像化されているが、ムネスエ刑事シリーズと人間の証明の両方で、ムネスエ刑事を演じた人物は存在しない。 1996年から2000年までテレビ、朝日系、土曜ワイド劇場で放送されたシリーズ、前5回。主演は、佐藤光一。キャスト警視庁、捜査一家その他、ゲストスタッフ放送日程2001年から2004年まで、TBS 系、月曜ミステリー劇場で放送されたシリーズ、前4回。主演は、中村正俊。キャスト警視庁、 捜査一家ナスハンその他、ゲストスタッフ放送日程、森村誠一の胸末刑事は、2005年からテレビ、朝日系で放送されているシリーズ。主演は、東山の之。放送枠は、土曜ワイド劇場、土曜プライム、土曜ワイド劇場、ミステリースペシャル、日曜プライム。キャスト警視庁刑事部捜査第一課殺人犯捜査、第一係ナスハンその他。 ゲストスタッフ放送日程、森村誠一の胸末刑事に関するカテゴリー、ありがとうございます。